に用事って暗殺？それ以外で僕に構う必要ないでしょ。昔海賊船に乗ってたことがあるんだ。いい思い出なんてそうないけど、カリブの風は気持ちよかったな。仲間との会話ってどうしてもしなきゃダメ。絶対に嫌とは言わないけどさ、僕に用事って暗殺？それ以外で僕に構う必要ないでしょ。アナビみてえに散りてえもんだ。人生は博打、生きるか死ぬかなら任侠に命張るのが男ってもんや。道を外れちゃおしめえよ。アナビみてえに散りてえもんだ。たまには散歩に出たいのですが、私がうろつくと皆さんに不安を与えてしまうでしょうから、マジックの練習にお付き合いくださいませんか。今日こそ成功させてみせますよ。私のことよりあなたのことを教えてください。マジックの練習にお付き合いくださいませんか。僕の完成度の高さは世界の誰もが認めるところですからね。どうぞご安心を。僕が必ずマスターをお守りしますよ。ああそうでした、ブラウンベス先輩の洗濯物が乾く頃です。きちんとお部屋にお届けしなければ。僕の完成度の高さは世界の誰もが認めるところですからね。どうぞご安心を。僕が必ずマスターをお守りしますよ。俺が強いのは当然のことだ。最高の銃を改造すればより素晴らしいものができるだろう。お前が俺にふさわしいマスターかどうか、じっくりと見極めてやれ。みっともない真似はしてくれるなよ。食堂裏に猫いるだろ。気まぐれに餌やったら懐かれちゃうってよ。別に嫌ってわけじゃねえよ。俺は服にはこだわってんだ。基地でも戦場でも舐められちゃ終わりだからな。性能じゃ新式の奴らには勝てねえ。それでも俺はあいつらを見返して、どうすればいいんだよ。食堂裏に猫いるだろ。どうしてもしなきゃダメ。
僕に用事って暗殺？どうかしたか？お、どうした？